はい、どうもこんばんは。すげえ BG 大きいっすね。はい、こんばんは。大丈夫かな声。はい、こんばんは。はい、ニコウェザー GO です。すっぴんきたね。すっぴんきたね。はい、僕はいつもすっぴんですよ。すっぴんですよ、そりゃそうですよ。はい、ということで、ニコウェザー GO です。はい、今日は、山岸さんです。アイリンです。はい、ということで、いつも通り頭でちょっとだけ、お知らせということで、いつも通り2000人を目標にやっておりまして、2000人超えなかったら番組が終わります。以上です。はい、紹介機発表早してね。紹介機の発表ね。早って言われた。まあちょっとおいおい決まりましたら、あ、これどこまで、すみません、どこまで知ってるんですか皆さん。むしろどこまで何を知ってるんですか。公式で発表されてるよ。そうだよね、うん、多分そうだと思うんですよ。そうだよね、うん、いや多分公式の方皆さんから発表されたことが全てであって、それ以上のことは決まってないです。はい、決まり次第、ご連絡させていただきます。ソライブかもしよくはこっちの番組で、はい、告知させていただきますので。って言われてますよね。そうなんですよ、本当にね、決まってないです。すいません。決まりましたら細かい内容、決まり内容というか、そうですね、その全体的に、決まりましたら、ご連絡させていただきます。はい、ちょっと僕に時間使ってもしょうがないんでね。トークショーミニコーナーまで、はい、それだけです。本当にそれだけしかまだ決まってないです。よろしくお願いします。時間とかもね、後ほど連絡しますんで、それはね。はい、じゃあ山岸さんいきますね。いきまーす。3、2、1。皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ニコウェザー GO、 今日の担当は山岸愛理です。よろしくお願いします。すっぴんきたーっていう風に、今日もですね、2000人下回ると、番組が終わってしまいますので、参加していただけたらなっていう風に思います。で、すっぴんきたってコメント来てるんですけど、すっぴんがメインじゃなくて、今日私はやりたいメイクがあって、ニコニコってメイク放送があるじゃないですか。ということで、メイク放送をやりたいなって思って、今日メイク道具を持ってきたんです。ということで、今日はすっぴん放送になります。ちょっと眉毛がですね、ちょっとないので、眉毛を隠していこうかなっていうふうに思います。ということで、ここからはここからはブルゾンアイリーになりたいと思います。イエーイ、イエーイ。やったー。ブルゾンちえみさんご存知ですか皆さん。うん、お、すっぴんいいじゃんと。お、やったー、ありがとうございます。最近ソライブで流行りのブルゾン、流行ってるんですか最近ソライブでも。大丈夫かな、なんか大丈夫かな。早くメイクをしよう。今日はもうガチメイク道具を持ってきました。はい、すっぴんのが若い。あ、本当ですか。なんか釣り目なので、すごいね、垂れ目風メイクをいつも心がけているんですよ。はい、なのでちょっとね、多分きついと思う、きっと。すっぴんの方がなんかもっと優しい顔になるように心がけてるんですよ。はい、お、出遅れましたというふうに。あ、すっぴんの方が好みは。お、じゃあこれからちょっとすっぴんで出ようかな。釣り目に見えない。お、よかった。うん、あ、きつくない。あ、本当？メイク前撮影しとかなきゃ。それはちょっとね。うん、そうそうそう。
あ、眉毛出して。眉毛はね、ちょっと隠していこうと思うんですよね。眉毛はね、半分くらいしかないんですよ。なのでちょっと眉毛が見えないように前髪で隠そうかなっていう風に。え？鏡とか置いちゃう。あ、でもちっちゃな鏡を置こうかなって思ってまして、うん。そう、病み上がりっぽくて可愛いって。あ、や、あの病み上がりというか、私すごい今日体調が悪くて、そのせいで顔の調子がそもそもあんまり良くないんですよ。あの、何ですか、その。私の顔のあの調子で、すごいね、体調が分かるんですよ。あ、これは体調崩れるとか、これ風邪ひくとか熱出るとか、これはなんか調子悪くなるぞっていうのがすごい分かるんですけど、今日本当に朝から調子が悪くて調子が悪くて、で風邪ひいたんだと思ったんですよ。ずっと今日くしゃみが止まらないし、なんかもう鼻水も止まらないし、でなんか喉も痛いし、なんかあ、風邪ひいちゃったんだって思って、さっきずっとくしゃみとかしてたら、隣からあのウェザーニュースの高橋さんが、山岸さんそれあの花粉症ですよって言われて、え、でも今ってヒノキ花粉じゃないですか、ねえ、ヒノキ、ヒノキ発症しちゃったのかな。私ね、杉だけだったんですよ。あの病院でやった時もヒノキはか、あの大丈夫だったんですけど、ヒノキ発症しちゃったのかな。ついにヒノキもデビューか。デビューしてないといいな。とりあえず早くメイクをしよう。うん、やめてよやめてよ。ちょっとじゃあなんか待って、眉毛をちょっと全力で隠しますね。眉毛だけ描いたらいい、とりあえず。じゃあ正面のカメラ見てください。上のカメラ、上のカメラ、いきます。3、2、1。あー、どうしよう、やめてよ、やめてやめて。ということで、じゃあちょっとどうしよう。あのね、ブルゾンちえみさんのメイクをすごいやりたくて、今日ですね持ってきたんですよ、あの資料を印刷して。何からやったらいいのかな、うん、調子悪くてこれってきてますけど、ほんとね調子悪いんです今日。え、始めます。え、こんなあのコメント書き込んでてくださいね。はい、インスタぶっつけ本番であのメイクするのかって。そうです、そうです、もう本当にあのいいえあのブルゾンさんのメイクをやってみたかったんですけど、あの本当に一回もやってないんですよ。だからぶっつけ本番なんですよ。いけるかな、うん、みんなコメントその間書いててね。うん、何これ超新鮮え、でもなんかメイク放送ってこういうことですよね。メイク放送って見たことあります、皆さん。メイク放送っていうのがなんか女性とかは結構あって、ブルゾンちえみさんになりたくて今日あの持ってきたんですよ。忘れちゃったな、いろいろ。うんね、うん、そのメイクのままナイトに出るのか。いや、あのですね、今日は本当に一回落とさないといけないんで、番組本当に時間通りに終わりたいんですよ、うん、なのでちょっといけるかどうか、終わったらとにかく早く終わりたいとにかく早く終わりたくて、いけるかな。みんなその後ナイトですからね。ナイトはな、びっくりしたわっていう風に。そうですよ、そのまま行こう。途中で終わってナイトでネタを披露。あ、でもですね、今日実はあのウィズビーをオファーかけてるんですよ、ウィズビーさんをなのでこの後ウィズビー来ますウィズビーが来るので安心してください。あの最後にネタ披露したいなって思います。パパですかって来てるんですけど、パパはウィズビーじゃないですY じゃなくて、 Y って誰？ Y？ ウィズ吉野さんヤマピー吉野さんとヤマピーいいじゃないですか、なんか新しくてね、うん、でも最近あのそのブルゾンちえみさんも、私は好きな芸人さんのネタをひたすら動画で見るのが大好きなんですけど、
あの最近すごい好きなのがあの人知ってます？あの名前が分かんないんですけど、あのお手元の人知ってます？皆さん、あの 足元にお手元って人知ってます？お手元を落とす人、お手元足、そう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 、あ知ってる？知ってます？知らない？知らない知らない、あ知ってますか？知らんわっていう風にいただいてますけど、そうそう、あのね、なんかお手元ってあのお箸あるじゃないですか、あれをあの落っことして、なんか足元とか膝元、なんか首元、そしてお手元にお手元っていう、なんかリズムネタみたいなやる人がいるんですよ。知らない？うん、早くもチークに入りました。なんかね、チークを先に塗りたい人なんですよ。でじゃあブルゾンさんはあのね、あのアイシャドウがすごいんですよ。アイシャドウを塗ろうかな。うん、すぐ消える。え、何、チーク塗ったことあるんですか皆さん？森聖樹だけ、あ芸人さんの話、それはちょっと消さないでよ、やめてよ。うん、後で動画アップするの。あ、なんかそういう人いますよね。なんかそうすればよかったかな。わあ、なんかどれくらいやればいいんだろうな。え、今撮ってる？今撮ってるからいいんだって。タイムラプスに嫌だ。女って大変、あそう、女の人って大変だなっていうのをあの感じていただければ嬉しいなって思います。なんかメイク毎朝毎朝しなきゃいけないんですけど、大変なんですよ。うん、なので男の人はだって起きて5分で家出れるでしょ。大変なんだよ、髪の毛巻いたりメイクしたり。うん、眉毛出そうとしてないな。いや本当、眉毛だけ描いてくればよかったよね。うん、出れない。5分じゃ無理。あ、そっか、5分じゃ無理か。え、みんなお家を出る何分くらい？男の人って何するんですか家出る前？顔洗って歯を磨いて家出る？巻きたくても負けない人もいるんだぞ。なにそれ、どういう意味？ストレートヘアってこと？言わせんの恥ずかしいっていう風に。スーパーミリオンヘアも大変なんやね。やめてよ、ちょっと笑っていいのか分かんないですよ。でこのシャドウをとりあえず塗るじゃないですか。とりあえずシャドウを塗って、あマジで5分で出れるなと今パパが。そうなんだ。うん、うん、はははって笑ってた。服を脱ぐ、あそっか、服を脱ぐだけ、着ないの？で今日はですね、シャドウ、なんか濃そうなシャドウを買ってきたんですよ。いや多分ここを一気に全部ね、ざーっとやんないといけ、あいいねいいね、なんか多分ここを全部、ほら濃くない？すごいな、すごい濃いよね。ここを多分ね全部こうしなきゃいけないんですよ。わあ、これ後で落とすの大変、ナイトに間に合うかな。あほらほら、すごい、クレオパトラみたいになってきたって。すごいね。わあ、これちゃんとブルゾンになるかな、なるかな、なんか宝塚メイクみたいな。ブルゾンメイクって、あのスタッフの女性スタッフのミキティいるじゃないですか。ミキティがやったんですって最近お友達と。でそれでやりたいなって思ったんですよ私。でコツを聞いてきたんですけど、結構このシャドウが乗らないらしくて、そう、あのシャドウが乗らないらしいので、あのなんかアイラインここにこの際に塗るのがアイラインなんですけど、アイラインでここをシャドウみたいになんか線を引くといいっていうのを聞いたので、今日はですね茶色のアイラインも買ってきたんですよ。なんかね、なんかお金かかった。すごいお金かかりましたね。じゃ眉毛をちょっと描こうかな。眉毛を描こう、うん、眉毛描いてくればよかった。見せたくないな眉毛を。うん、ここでメイクを実験する日かって、もちろんです。今日はですね、
メイク放送をするからすっぴんだよっていう釣りで来たので2000人超えてよ。だからこれでなんか超えなかったらちょっと私泣いちゃうよ。そうだよ。なんかもう本当はブルゾンさんの眉毛ってすごい太いんですけどどうせ見えないので普通に描けます。じゃあ描いてくればよかったよね。うん、よし。生放送わあ。でこちょっとやめてよ。これすごい放送だよね。うんうん、ネタに走るから。なんでよ。なんでよ。え、普通の真面目なメイクが良かったのかな。いや恥ずかしいでしょ。それはネタだからできるんだよ。うん、そうだね。よし、いけるいける。よし、隠そう、早く隠そう、早く隠そう、早く隠そう。よしよし、デコ出しいいじゃない。というふうに、やだやだやだ。このままないといける。ここまでだったらね、ないとはねいけるかもしれないけど、まあ、なんせちょっとシャドウがちょっと濃いんで、でどうかな。ねここに線を入れるんですって。なんか茶色の、なので茶色のアイライナーを買ってみたんですけど使ってないのでどんな色かも正直わかんないんですよ。うわこれかな。あこれか、大丈夫かそれって。本当にお試し。サイトを今ね印刷して持ってきたんで大丈夫です。あこれだ。ここにね線を引くんですって。キャッツみたいになってきたんですけど、これ最終的にブルゾンなんのかな。大西ライオンさんか、これか。大西ライオンさんキャッツじゃないよね。本当にこの比較すごいなっていう風に、出来上がったものがこちらです。にゃー、なんかあれだね、サーバルちゃんになればよかったね。なんかニコ生って何やっても怒られないところじゃないですか。やりたいことを常に考えていまして、本当はもっとなんか動物の格好とかしたかった。うんね、うん、そう、いろんなフレンズたちと楽しい放送やりたかった。メイクが得意なフレンズなんだね、ありがとう。え、これ合ってる？こんなに線入れる？ちょっとね、やったことないんだよね、ブルゾンメイクをね。そうだ、よくやってますみたいな。よくやってますみたいなのも変だもんね。なんかね、ここに線を入れるんだって書いてあるんだよね。これ一回ぼかせばいいのかな？まあでも私、絵を描くのが得意なんで、まあお絵描き放送だと思っていただける。なんかこう顔にお絵描き、フェイスペイント放送だと思っていただければ。うん、そう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 、なのであんまりだって女性のメイクを見る機会ってないでしょ。彫りが深くなった。お、ほら見て、すごい。大丈夫かな、んか私失うものが多いんじゃないかな、なんか今日ね。大丈夫、嫌いにならないでください。そうだねって。ちょっと失うもののが絶対多い。アイリンになった。嘘でしょ、待って、私こんな感じ、カッカっぽい、女子プロレスラーみたいっていう風にいただいてますね。いやすごい放送だよこれ、ちょっとぼかそう。え、ちょっとミキティにもうちょっとアドバイスもらえばよかった。合ってるのかな。ちょっとこの辺までにして一回ちょっとラインを引こうかな。アイラインね、多分ね みんな怖いと思いますよ、見てるの。アイライン引いたことあります？男性の皆さんってでもなんか人生で一回くらいはメイクしたことあるでしょ。メイクしたことあります？されたことがある。なんかこうあれでしょ、なんか文化祭とかでやるでしょ。ないの？え、自分もあるし彼女のもしてた。え、それメイクさんじゃない、それ職業じゃない、あなたはメイクさん。それプロにされたことある。あ、そうなんだ、舞台メイクみたい、リップクリームくらいだなっていう風に。じゃ
会人になってから忘年会で、あでも男性もある、あ文化祭でほらやられたっていう風にあるよね。男性はね目薬さした、いや関係ないよそれそれ違うよ。ビジュアルバンド時代にはがっつりやってた嘘でしょ、じゃあ私よりも全然くてか詳しいんじゃないのみんな、いろんな方がいる。でここであのアイラインを全部囲うんですってブルゾンさんは、下も上も。でここでこのラインをですね引くわけあの下普段私はアイラインは上にしか引かないんですけど、この上のところすごい強い大丈夫なの、これ本当に私失うものが大きいよねこれね。でこの上だけじゃなくてだいたいこの際を埋めるんですよ、これエビちゃん風ね、ここで埋めて、でで羽こう跳ね上げるんだって、跳ね上げて、あれさっきのラインといつつながるんだろう、大丈夫これブルゾンなってきました私、なってきた、なってきた。でこうここまで多分ね、ここを全部塗るんですよ。あー失敗したな、歌舞伎みたいになってきちゃう。でこっちもやるじゃないですか、で多分うわー合ってるこれ、ちょっと違うかもしれない、やり直したいな、もう。で下を引くんですよ、普段私下は引かないんですけど、うわー引けるかなこれ、うわ下引けるかなこれ、下なんて引いたことないんですけど私、怖いって。うん、ほぼ鍵、ほぼ頬に影入れないとっていう風に、えそうなの、目に入りそう、ギャルリン、ギャルみたい、あギャル、ギャルメイク放送にすればよかった、金髪とかかぶってね、なんかなんかイエーイイエーイあげギャルってギャルってなんて言うのギャル無理がありすぎあげなんて言うの、なんて言うの、なんかパラパラみたいな、なんかちょっと古いやっぱり、なんかなんかなんだろう、なんかなんかどうパラパラがパラパラが踊るパラパラが踊る阿波踊り言われてる、なんかこうなんかなんだろう、どうやって昭和の匂いがする盆踊りですか、パラパラってどうやってやる、なこういうんじゃない、こういうの、あそう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 、ギャルっぽいでしょ、ギャルっぽいよね。あ待って待って、メイクを再開しよう、メイクを再開しよう、いつの時代だよということですけれどもね。あいけるかなこれ、まだねこれだって今日みんなすっぴん放送だと思ってるじゃないですか、メインはそこじゃないんですよ、ブルゾンでブルボンのお菓子を食べたいんですよ、全然ブルゾンなんてないな、どうやったらいいのかな、ちゃんと持ってくるのかな、ん？ウィズビーム来てくんないですよこれじゃあ、え？ブルゾンでブルボンそうそうそう、ブルゾンでブルボンやりたいがためにブルゾンやりたくて、で今日本当はズラとかも買ってきたんですよアマゾンで、ただズラを多分かぶった途端多分ナイトに間に合わないんで、時間がありそうだったらかぶるけど基本はかぶりません、かぶらない。あーなんか違うな、下の引き方が分かんないな、どう
みんなどう、女子のみんなどう、ね、女子のみんなどう、そのままないとでええやんっていうか、ちょっと貸してみってしっかり入れていい、あそうなんだ、これなんかもっとぼかす、一回ぼかそうかな、うん、いけるはずなんですよね、いけるはずなんですよ、難しいな、下ってどうやって引くんだろう、女装してる人なら放送にいそう、本当ですか、でもさっき聞いたらみんな結構メイクしたことはあるっていう方多かったから、違うな、難しいな、下はもうちょっと太い、あそうなんだ、下もうちょっと太いんだ、うん、なんかね物によるんですよね、目はもういいから、チークにどぎついシャドウ入れれば、あどぎついシャドウなんてないよ、ここへ来て何でも何でもよかったっていう、そっか、じゃあ一回 LINE は一回忘れようかな、一回 LINE を忘れて、よし、こっち側をもっときつくして、うん、なんか詳しいねみんなメイクにね、うん、下のアイライン結構強めに入ってる、あ本当ですか、なんか元画像を持ってる方ちょっとアドバイスください、もっとこうしてみたいなやつで、じゃあとりあえずここまで来てから一回じゃちょっとマスカラを塗ります、はい、違うの？難しいな、落ちるの？それだよね、むしろそれだよね、落ちるかな、これ夜メイクやなっていうことですけれども、ここでじゃあマスカラを塗っていきます、ビューラーで、よし、なんか全然あれですね、話ができないですね、最近お天気キャラバン行ってきましてここで福岡と大阪行ってきたんですよ、大阪から帰ってきて多分私初出演なはずなんですよ、ただいま、みんなただいま、みんなただいま、帰ってきたで、すごいね、あの盛り上がりました、大阪も盛り、おっそって、たこ焼きね食べなかった、なんかたこ焼きってどのタイミングで食べてるかったんですか、なんかね、なんかたこ焼きってだって新幹線とかで食べるのもちょっとあれじゃないですか、でご飯とかはみんなで食べたりとかするじゃないですか、なんかそういう意味ではこれ下地を塗ります、なんか新幹線でたこ焼き食べる人います？ちょっとなんかねたこ焼きの匂いが充満しそうじゃないですか、でも持って帰ったら冷めて温め直してもきっと美味しさって多分再現できないと思うんですよ、でもたこ焼きって歩きながら食べるもの？いつ買っていつ食べたらいいの？新幹線じゃ食べない、そうだよね、うん、なんか買ったらどこで食べたらいいんだろう、だから買ってもどっかその辺で食べるのかな、若者は買ってすぐその辺で食べるってこと？歩きたこ焼きみたいな、だなんかそのタイミングが分かんなくて、あかねちゃんが教えてくれたんですよ、ここのたこ焼きが一番美味しいっていうの、天王寺駅の近くの山ちゃんってとこ、あれそう多分そうだと思うんですけど、あかねちゃんがそこが一番好きっていう風に言ってて、すごい買いたかったんですけど、山ちゃん私も山ちゃん、今はブルゾン愛理、うん、なんかブルゾンなってきた、私なってきたかな、どう、ね、2000人行ってないよ、頑張ってよみんな、これで行かなかったら私何のためにすっぴんさらしたと思ってるんですか、お願いしますよみんな、うん、いつものアイリンっていう風に、もっと目の横、あ広げる、あここが足りないってこと、そうなんだ、でマスカラは私いつも3本ぐらい使ってます、下地をつけてこの伸ばすのとロングとボリュームを出すのと、あとなんか友達からもらったやつ、なんかひたすらこのボリュームとロングをひたすらこれで終わればそれはそれ、そうかもうここまでできたら本望だよね、私やりたかったですもん、このメイク放送が、うん、
よし。これね、うん。マスカラ、マラカス3本。思考が現やっとアイリンになってきた。待って、これアイリンになってきた。アイリン普段どんなイメージなんですか。わあ、ミキティにアドバイスもらいたいな。あ、でもメイクが濃いから下も塗っとこうかな。普段は下には塗らないんですよ。やっぱり眉毛出さないと。眉毛の印象か。眉毛ね、でも結構まっすぐなんです、ブルゾンさんの眉毛って。あれがね、なんかできる気がしないんですよね。そっか、なんかアイリンだよね今ね。うん、まず揃う。うん、これから出勤ですか。へ、そう、まっすぐの眉毛一回消そうかな。じゃあ眉毛を、眉毛消して。だってもうこれブルゾンメイクもこれで完成だもんね。そうなの。え、だってあと、そっかそっか、ええ、これブルゾン、え、これで終わったらちょっとなんか違うよね。ちょっと違う。うん、違う。え、2000人いってよね本当に。何のために私すっぴんさらしたと思ってるんですか。うん、友達呼んで広告打って。いつものアイリン、ただのアイリン。うん、マスカラそんなにやってない。あ、そうなの。え、どうやってもアイリン。眉毛か。待って、ちょっと一回眉毛ちょっとチャレンジしてみていいですか。はい、うわ、やだな、怖いな。眉毛をじゃあここで一回、ま、前髪を上げて、なんだろう、このタイミングで可愛いってきたんだなの。やめて。これで一回なんか一回消そう、この辺を消して。うわ、なんかできる気がしないな。眉毛でしょ。いや無理だよ、やり方わかんないよ眉毛。これ、あ、いいんじゃない。なんかね、下がっちゃいけないんですって眉毛。あ、そうなんだ。まっすぐなんですって。あー、でも、あー、うん、あー、うん、え、山は作らない。もうね、それはね、反らないと無理だよ。そう、三角形を作るんですって。違うだろ。え、やっぱ目反らないの。二等辺三角だなっていう風に、うん、もう少し太く。嘘でしょ、さっきより。あ、本当？また眉毛の話してるってコメント来たね。それで上目遣いして待ってない。あ、そうか、上目遣いだよねブルゾンさんね。待って待って待って、あと表情35億。あ、こういう顔するよね。なんかこういう顔。あ、でも、あ、待って、ほらほら目力。でもそれっぽいかもしれない今のは。あ、それっぽい表情。そうか、それプラス表情か。そうか、表情だ。でこれをまっすぐにするじゃないですか。うわー、まっすぐなんないんだよね。描き方わかんないもん、このまっすぐの眉毛。眉毛をさ、自在に操れる人いますよね。なんか困り眉作る人いますけど、なんかこう困り眉、こう下がった眉毛が可愛いっていうので、なんかそういう風にするメイクとかもありますけど、あれってどうやってやってるんだろうね。剃ってるのかな、もう全剃りなのかな眉毛。あ、なんかほら近づいてきた。うん、あ、2000いく、眉毛で2000いく。自在にできるとかない、それ怖いって。女子はね、本当にメイクで何人でもなれるんだよ。ザワチンを見て。うん、あ、待って、これいいんじゃないですか。いい感じになってきたんじゃない。あともうウィズビーを添えたらいけるんじゃないかな。うん。そして男は騙されるっていう風に。男の人はね、やっぱりメイクわかんないですもんね。うん、メイクとあとはなんだろう、天然はわかんないよね。うん、ブルゾンメイク中もう2000は超えられる。本当、ここでギリギリ超えなかったらもう私もう泣くしかないよね。メイク、あ、メイク落ちますね。
じゃあちょうどいいね。あ、でも近づいてきたんじゃない？なんだろう、なんかバランス悪くなっちゃったな、眉毛の。あれ、何が違うんだろう。こっちが高いのか、こっちが低すぎるんだ。低くなっちゃいけないんですって。難しいな、ブルゾンさんメイク。でもなんかね、モデルがいるらしいんですよ。難しいなっていう風に。メイクの時も左利きのアイリンに燃えたって。いやいや、なんでこう左にしないんですか。うん、アイラインで目尻をスッとくっきりさせて、もっとじゃあ引いちゃった方がいいってこと？アイラインを、こういうこと？あー、もう落ちないよこれ絶対。ないと遅れるよ。ほら、あ、なってきたんじゃない？なってきた？よし、ちょっと一回ちょっと、やっぱり前毛は隠そう。恥ずかしいな。よし、これでアイシャドウが足り、アイシャドウだった。あ、でもほらなんかなってきましたよね、私ね、ブルゾンにね。あ、2000人いった？やったー、やったー、ありがとうー、ありがとう、やったやったー、ありがとうございます。最終回回避、やったやったやったー、よかった、待ってよかった、探さない、待つの。あ、よかった、待ってよかった。よしよしよし、いい感じいい感じで、ここまで来たら、はい、あとはね、つけまつげとかも私つけたことがあんまりないんですけど、つけようかな。つけまつげとか必要かな？もう十分濃いからいっか。で、最後につけまつける？つけまつける？それ別のタレントさんになっちゃうから。つけまで、ここまで来て、この真っ赤なのを買ってみたんです。この真っ赤な、でもこれも試し付けみたいなのしてないから、普段はね、もっと淡い色なんですよ。普段の色がもうこの色で、今日がこの色。ほら、全濃いよね。わあ、怖いなー、すげえ分かる。うわ、血の色って風に、攻めるねーっていう風に。うん、なんかね、ブルゾンさんはなんかね、海外のブランドのルージュを使ってるらしくて、なんかね、なんか舐めてもキスをしても取れないっていう風に。そうなんだっていう風に。うん、あ、これ YouTube だと普通に需要ありそう。嘘、あげる？知らねえよ。待って、じゃあこれでちょっとつけてみて。うぃーい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 ぃよし。それでほっぺに渦巻いかけたいっていう風に。下唇厚めで。あ、でもそれつけると変わるな、印象。でもこれつけたら一気に。うん、うわ、気持ち悪いな。ほら。すごい。あ、これっぽいわ、確かに。わ、口紅大事だね。ほらほら、すごいな、こんな芸人いた気がするぞっていう風に。それを今目指してる。それになってくんないとダメなんですよ、逆に言うと。あ、いいんじゃない、ほら35億。あ、ほら、いけるよね、いけるよね。うん、俺のアイリンを返してって。ちょうど黒髪でよかった。よし、2000超えたしね、よかった。 OK、 バブリーの人。いや違うよ。あ、髪型的にね、そっちになっちゃうのか。しもしも。
何それっていう風に。そっちの方が、あ、そっちの方が良かったのかな。なんか真っ赤なの着てね、なんか肩パッド入れてね。うん、でも肩幅あるからね。一応ですね、ウィッグを買ったんですよ、アマゾンで。あ、でもこれつけたらもう私ナイトもいけないんじゃないかな。これつけたらね、うん、そこまでっていう風に。うわー、これつけたらさ、もう戻れないよね。うん、しれっとそのままナイトに。ナイトだし、ナイトなんだと思ってるんですかみんな。待って、これでちょっとウィズビー呼ぶ。一回ウィズビー呼んでみる。これかぶったらもう戻れないんですよ。とりあえずじゃあ、あのウィズビーを呼びまして、よし、ウィズビー、やらないっす。ウィズビー、前髪流してみっていう風に。でも前髪ってあれですよね、こうパッツンだから、多分このままのがいいと思うんですよ。はい、ということでブルゾンチエミできました。ブルゾンアイリメイクできました。ブルゾンで呼んでください。ブルゾンアイリです。やったー、私がやりたかったのはこれだはー、ということで単なる派手な女。でもなんか服装もなんか今日ね、それっぽくモノトーンにしてきたんですよ。でなんかこうブルゾンさんといえば、このなんかこう、こういうなんかこう、こういう薄いなんか濃いタイツ、黒いタイツ、ね、ほらいいんじゃない、いいんじゃない、うん、どうふーって何、ごめん今来た、何が起きた。説明するとですね、ブルゾンちえみさんが最近大好きなので、ブルゾンメイクを今チャレンジしておりますということで999デニーロ、これはね多分デニーロじゃタイツじゃなくて、あのね、ストッキング、黒ストッキングなんですよ。なので多分デニールとかじゃなくて、そうですね、あの多分薄いやつです。二重デニーロ、もっと薄いんじゃないかなあ。写真撮ってないですね。写真撮りましょう、さっきのやつと。わー、ということで皆さん、なんか女子って大変なんだなっていう感じ分かりました？どう？うん、この後アキラ 100% のネタに挑戦です。それはダメでしょう、それはできないでしょう。なんかあのアキラ 100% さん、最近あのなんか子供たちが真似をして大変らしいんですよ。あ、来た、ブルゾンアイリー、ブルゾンアイリーできました。すごい、はい、2000人も超えました。これでもならないんですよね。なってる？なってる？あ、あの写真を比べるために撮りたいと。なのでウィズビーさんが今準備してるので、ウィンクしよう。ウィンクもできないし、指パッチもできないし。比べよう比べよう待って待って待って、ちょっと見たはい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 、はい、え、どうどう、え、どう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 ですか、どう、え、どう、けばい、最初のがいい、メイク前のがいいちょっと何のためにメイクしたのアイリーを返して、けばりんすごい変わりましたね。でもね、ほらほらほら、メイク可愛いは作れる、これ、うん、可愛いは作れる前の方がいい、だって口紅大事ね。ね、口紅大事だよね。普通のアイリンを返して、初々しかったアイリン返してっていう風に。これニューヨークに行くとこのブルゾンアイリンになるんですよ。行ったことないけど、でも口紅でなんか変わったよね。痩せたってくるんだけど、そういうやつじゃないからさあということで、カメラさん直してください。仲間を紹介したいと思います。ブルゾンアイリー、ウィズビーって言って入ってきてください。ブルゾンアイリー、ウィズビー、ウィズビー、はい、ありがとうございます。これでいいの、これでいいの、おしまい、これでいいの、これでいいの、ありがとうございます。これがやりたかったん
ですよ。これがやりたかった。逆にちゃんとできなくて申し訳ない。ブルゾン、ブルゾン、アイリー with B。 福島くんありがとう。ネゴロくんありがとう。どうやってやるんだっけ。巻いてごらん。自然と男は寄ってくるから。福島くんありがとう。ネゴロくん、ネゴロくんありがとう。戸坂くんありがとう。あー、女に生まれてよかった。似てるね。はい。似てるね。似てます。似てるね。作ってきましたから。わー、よかった。あれやってくれないんですか、こういうやつ、ここにこういうやつ。じゃあもっともっともう ここくっついて、ここくっついて、はい、いきますよ。でここもうちょっと もうくっつけ、膝をもうくっつけちゃうんですよ。くっつけて、はい、でここに座るんです私が。35億。はい。ご満足いただけました。もう大丈夫ですか。もう大丈夫ですか。ご満足いただけました。もういいですか。もう大丈夫ですか。相当独断状になってますけど大丈夫ですか。2000人超えたんでもう何やってもいいんですよ。あ、そうですか。あ、そうですか。反応は大丈夫ですか、ね、大丈夫大丈夫大丈夫。ほら。学園祭。いや、そうだよね。学園祭ということでね。だと思うよ。じゃあちょっとなんか3人で写真撮ってもらってから終わりましょう。なんかブロマが。今撮ったらいいじゃない。え？今撮るの？今だってもう私終わったらすぐ落とさないとナイトに間に合わないですもん。あのもうちょっとこうはだけた方が。あ、なんかちょっとあれ35億は書いてないんですか今日。背中に。パッ。はだけた方がいい。そういうシャツ。なおちゃん、仕事仕事。また始まるんだね。どうぞどうぞ、初めて、あの好きなだけ始めちゃって。これでじゃあ写真撮りましょう、写真撮りましょう、写真撮りましょう、写真。みんなもキャプチャータイムですよ、キャプチャータイムやってください。ちょっと前にもうちょっと出ていただいて。キャプチャータイム。はい、じゃあキャプチャータイムいきますよ。3、2、1言ってください、パパ。はい。いきます。3、2、1、えい。ありがとうございます。どのカメラかもわかんない。あ、じゃあ違うとこ見てる。でも結構いい感じで。あ、ほらほらほら、いい写真いい写真。あ、いい写真だね、かっこいいな。本当 With me かっこよく。本当。悪く、ほら悪くないって風に。ほらキャスク人用だなって。いや、なんかもうみんなが満足したならいいや。意外と良くてっていう風に、意外と良くて草。あ、本当。無駄にイケメンってきて、ほらイケメンなんですよねこのウィズビーが。何が正解なの？正解は今のです。え？いや、いいよね、いいよ。はいはい。なあ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 。なあ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 。僕元ネタが全く分かってないんですよ。嘘でしょ？私もう死ぬほど見ましたよ。本当。ちょっとその目で見られるの怖いね。表情が大事らしいんですよね。表情が。誰にガンくれてんの？なんか上目遣いなんですって。こういう顔ですね、こう。はい。ネタどうぞ。はい。ヤンキー。効率的な仕事ぶり、充実した私生活。あ、そこいいよ。キャリアウーマンです。あ、うまいうまい。あ、いいじゃんいいじゃん、いいですねいいですね。ここまでしか曲がないから。歯真っ赤だよ。え、歯真っ赤だよ。普段以上に塗ってるから。もうこの口紅ほんと気持ち悪くて。もう気持ち悪いとこあるんだ。もう赤くて。ということで、以上ブルゾンアイリと、以上ブルゾンアイリ with B。ありがとうございました。じゃあお帰りください。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、あ、いいコスプレだって。ひどいやつ。ひどいって書かれてるよ。本当だ、すごい歯がね赤くなってる。
うわ怖っ。私ダメなんですよ。私ね、あの着色料の食べ物とか食べれないんで、こういう色すっごい嫌なんですよ。口紅も。アイリン具合悪いのに。あ、そうですね。ブルゾンでブルボン。ブルゾンでブルボン。じゃあ最後に一応ウィッグも被っときましょうか。多分今から被れば、多分すぐ取れば前髪の跡もそんなに行かないんじゃないかと。よし、これでかぶれるかな。髪の毛がとにかく長いのでいけるかな。よし、雑でいいのにってきてる。よし、でコリン、よし、ヘアゴムで一回こう止めるじゃないですか。急に若くなった。若くなりました。よし、うわ、マジか。よし、あ、待って、でもちょっとなんか待ってて、ほら、やばトリミッキーこの毛何え、これ私の毛、ミックの毛なの、それとも私の髪の毛出てきたの草間弥生さん草間弥生さんみたいじゃないですかあれなんだろう、キャリアウーマン感がなくなっちゃったな。そうですね、あれおかしいな、キャリアなくなりました草間弥生さんあ、草間弥生さんですよね、これね。草間弥生さんに怒られるか、ファンの皆さんごめんなさい おじゃ、やめた方がよかったな。なんかちびまる子ちゃんみたいじゃないですか。なんかこれね、入らないんだよ、髪の毛がもわっとしてるから。これ以上はね、いけないんだよ。髪の毛のあのボリュームによってもわっとしてるから、頭がすごい大きい。おかっぱではないんだなっていう風に。やっぱな、1980円のウィッグじゃダメか。35億、草間弥生さんになっちゃったなよし、じゃあもう一回キャプチャータイムお願いします。よし、これキャプチャータイムだ。あ、さっきと同じポーズがいいか。はい、はい、ちょっとさっきと同じポーズもやっときましょう。こっちのがいいか、比較するからね。うん、誰か後でツイッターに上げてくれ。完全に別物。水玉の服にすればよかった。じゃあちょっとキャプチャータイムもう一回いきますね。ちょっとあの比較しましょう。水ビーもう一回怪我しに来て。はい、ちょっとじゃあちょっと比較しましょう、比較しましょう。最初も最初からいきましょう。え、これが最初すっぴん、これがすっぴん、はい、で次がブルゾンアイリーで、で草間弥生さん草間弥生さんここ草間弥生さん第三形態あ、元がいいっていう風に。いや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 、アイリーどこ行った。第三形態、ラスボス第三形態、最初のやつがいいなんだろう、どんどん良くなくなってくね。うん、お、スピンが一番可愛い、ありがとうございます。スピン可愛い人みたいなイメージになるじゃないですか。最後が悪いだけなのにね。うん、
まあルマンドでも食べないよっていうことなので、じゃあちょっとルマンドやる時間ある？番組あと3分ということで、はい、ということで、ブルゾンでブルボン、最後はブルゾンでブルボンのコーナーです。ということでブルゾンでブルボン。さあここからはですね、ブルゾンでブルボンのコーナーです。ね、髪戻していいですかね。髪戻していい、はい、どんだけ買ったんだというふうに、ということで、ここからは、張り抜けてきたってちょっとってレベルじゃないだろうっていうふうに、ということでブルゾンでブルボン、え、逆にもうこれやめます、やめて、このまま天気やります、このまま天気やる、天気やる、草間弥生さんで天気やる、これ天気やろうか。じゃあブルゾンでブルボンはなんか SNS か何かでお楽しみください。それではここからはブルゾンで天気予報。さあではやりましょうか、草間天気、いやブルゾンさんですよ、ブルゾン。よし、じゃあブルゾン、あでもなんか遠目で見るとちょっとブルゾンに見えてきたな、ほら遠目で見たらなんかさ、なんかいい感じのさ、なんかそれでは明日の天気をお伝えします。あれ私邪魔あれ私邪魔それでは明日の天気です。ポイント解説、邪魔だな、ちょっとずれるかな、よし、明日は低気圧の影響で北日本は、強い雨風に注意が必要です。特に北日本日本海側では、沿岸ほど風も強く吹きますので、丈夫な傘があると安心です。雷を伴う恐れもありますので、雨具を忘れずにお出かけください。そして2ページ目、その他のエリアも、低気圧の影響を受けるので、北陸エリアは強い雨風雷雨に注意が必要です。東日本太平洋側は日差しが届きます。昼間は日差しが暖かく感じられて洗濯物の外干しにもぴったりですが、黄砂が飛来する恐れがありますので、洗濯物の外干しをする際はご注意ください。そして3枚目、西日本は高気圧の影響で日差しが届くところが多くなりそうです。昼間はポカポカ過ごしやすい体感となりそうですが、一日の気温差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお家を出るようにしてください。それでは明日のお天気アイコンでも見ていきましょう。全然なんないんだよな。明日の天気アイコン表示しております、こちらウェザーニュースのウェブサイト天気予報チャンネルです。西から見ていきますと、沖縄は本島ほど日差しが降り注ぎます。先島は雲が多くムシムシとした暑さになりそうです。福岡、広島、大阪、各地西日本は日差しが届いて穏やかな空となりそうです。昼間はポカポカと春を感じる陽気となりますが、朝晩は冷えるため、脱ぎ着しやすい服装でお家を出るようにしてください。風邪ひかないように気をつけてくださいね。続いて金沢など北陸エリアは、雨が降りやすい空、一時的に強まったり雷を伴う可能性があります。名古屋や東京など東日本太平洋側は日差しが届くところが多くなります。ただ関東北部では午後にわか雨の可能性があるので、雨具があると安心です。仙台は小さな雨アイコンがついています。日差しが届いていても急な雨に要注意。秋田アイコンが表示されていませんが、こちらも雨が降ったり止んだり強まるタイミングもあります。札幌も時々雨が降りまた強まるタイミングもありますので、最新の情報を確認してお家を出るようにしてください。それでは明日のお天気お伝えしました、ブルゾン愛理でした。
さあということで、ひでえ天気予報だなっていう風に、もう天気予報はちゃんと伝えましたからね、ちゃんとしてますよ。お天気キャスター、お天気キャスター歴、丸8年経ってるので9年目です。うん、こうなる9年経つとこうなる、うん、こうなる。はい、さあということで今日はありがとうございました、楽しかったです。2000人ね、超えないんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですけれども、マニアのみんなが見に来てくれたのでね、いい放送になりました。探さない松野。はい、ということで今日はブルゾンアイリメイク放送でした。ありがとうございました。来週はナナちゃんなのでもっとちゃんとした放送になりますということでここまでありがとうございました。皆さん大丈夫でしたか？ちゃんとついてきてますか？はい、ということでナナちゃんブルゾン、ナナちゃんブルゾン、やめて、やめて、もう記憶から消して、はい、そうということでここまでブルゾンアイリでした、この後23時からの、ソライブナイトもお楽しみください。この後は山岸アイリとして登場します。それではニコウェザー号参加ありがとうございました。35億